はいどうもこんばんはというかこんにちはですかね。はい今日は121回目の放送ということになっております。いやーお盆です。お盆入りました。ね皆さん、えー、お休みだと思いますがねお休みだということでいろいろお出かけする方もいらっしゃるんじゃないかなともうどこもかしこも渋滞がすごいらしいです。困っちゃいます。 ね、そんな中台風も来てるみたいでなんかね車で今回旅行しようという方たちも多いんじゃないかなと思うんですがね台風の中運転するっていうのはなかなか大変なんでねドライバーの方気をつけていただければとまあこれ聞いてる人でドライバーの方はなかなかいないとは思いますがいやでもねやっぱりね台風が来てるとはいえ日中は暑い。 暑いですよ、もう。ちょっとね、仕事に行くっつって歩いて行っても、もう現場に着く頃にはですね、汗だくですよ。だからね、もう、で、汗きた、汗かいたのそのまま着てるの嫌なんでね、いつも着替えを持ってってるんですけどね、あのー、現場に着いたらすぐ汗を拭いて着替えてっていう感じでね、荷物がかさばってしょうがない、うん。まあ着替えと言っても T シャツぐらいしか着替えないんですけどね。 ままあ、まあとにかくねその汗かいたまま着てるのはちょっと嫌なのでね着替えるようにはしてるんですけどねもうこう暑いとさゴルフにも行,き行く気が起きないよね倒れちゃうよね熱中症でねえ大好きなゴルフを今封印しています封印というか行きたい気にならない暑くて行きたいんだけどね本当は でもまあ「わっちー」って言いながらやるのもななんだかなって思ってやっぱり春とか秋のね季節になるまで我慢しようかなと思っておりますそうだよねだってこう暑いとさ本当に倒れちゃうからだってほら高校野球のね選手たちも何人か熱中症で具合が悪くなったって。 もう大変ですからね、本当に。家の中にいても熱中症になるって言うんだから、水分取っとかないときっちりと。ね、でも水だけじゃいけないらしいですよあの。ちゃんと塩分とかもバランスよく取らないとえらいことになるって言うんでね。もう、まあ、しょうがないよね。でも、文句言っても涼しくならないもんね。 ねえ、まあ、そんな中ですね。えー、ちょっと今日はですね、まずね、一つ、えー、こんなおメールがいただいたんでですね、ちょっとこちらを紹介させていただこうかなと思います。こんにちは。あ、ラジオネームがね、これ、ないんです。えー、こんにちは。いつも楽しく、聞いています。 男組再結成おめでとうございます。そしてありがとうございます。こちらこそありがとうございます、えー。まさかこんな日が来るなんて、活動中止となった三十数年前、私はまだ8歳か9歳で、大好きだった男組のみんなが自分の前からいなくなってしまったことが衝撃的すぎて、何日も何日も悲しみに暮れました。8歳とか9歳でですか。すいませんね。えー、でも悲しみも時間の経過とともに家。 中学、高校と楽しい時間を過ごし、私は昔からの夢だった看護師になりました。おう。白衣の天使に憧れを抱いて志した看護師も、現実は 3K とか 8K とも言われるほどの過酷を極め、時には心が折れそうになりながらも、この仕事に誇りを持ち、結婚して2回の出産を経てからも、職場復帰しました。 え何よりこの仕事が好きでこの先もずっと続けていきたいと思えるぐらい看護師の仕事が好きになっていました。お素晴らしい。が。がですよ。が。 3年前にコロナウイルスによって看護の現場では未知のウイルスとの戦いで自分がいつかは感染してしまうのではないか自分が感染源となり患者さんだけでなく子どもたちや家族を危険にさらしてしまうのではないかという思いが常につきまといさらには私が看護師であることで子どもたちが登校を自粛するよう言われてしまったりいわれのない偏見差別にも苦しみました将来は看護師になりたいと言っていた娘は看護師なんかやらない と言い子供たちからは笑顔も消えコロナを異常なぐらいに怖がり旦那や周りの人たちからは子供たちにこんな思いをさせてまで看護師でいる意味があるのかと何度も言われましたでも同じように偏見や差別に苦しみながらも患者さんのために頑張る職場の仲間を見て自分だけここでやめるわけにはいかないとこの波が落ち着くまで頑張ろうとそんなことの繰り返しで3年が過ぎました 超えても超えてもコロナは収束せず、もう心が限界だった今年の7月、男組の再結成を知り涙が出ました。まあ再結成、再活動ね、えー。めちゃくちゃ嬉しくて泣きました。えー、音楽の日で男組の歌を聴いて4人の姿を見て心が癒されました、えー。この何年かは常に医療従事者にエールをと、 歌だったり、メッセージだったりをいただくことはあっても、全くエールとして捉えられない自分がいました。歌で人を癒せるの言葉で救えるのと、言われのない誹謗中傷や偏見差別に苦しんだ私はそんな風にしか思いませんでした。でも、男組の歌で救われました。歌って人を癒せるんだって、その時初めて気,気づきました。 再結成にあたっては私たちファンが知り得ない大変な苦労もあったと思いますがファンの声や気持ちに時間をかけてでも答えてくださった4人には感謝の気持ちでいっぱいです本当にあり,ありがとうございます、えー、男組再結成に <laughs> 再活動ねに戻したと同時にな涙したと同時に第7波の感染爆発期に突入しまた疲労困憊の毎日ですが好きだから続けられることってありますよね仲間がいるから頑張れるってありますよね ずずっとずっととこれからも応援していますや本当とにねまあお盆だなんて行楽シーズンだなんて浮かれてしまいましたけどでもまあね看護師さんの方たち医療従事者の方はね本当にこんな時もね、えー、運ばれてくる患者さんのために、えー、いろいろご苦労なさってるかと思いますと、えー、非常に心が 心苦しくなりますまあこれはねばっかりは本当にみんながおのおのが気をつけなきゃいけないっていうふうに思うんですけどねでもだからといって全てを我慢するっていうこともね、えー、いけないと思いますんでねだからもうただただ本当にもう医療従事者の方には感謝をするしかないんだろうなというそんな思いでございます。 えー、というね。まあ冒頭からでもね、あの、この方もですね、えー、やっぱり好きだから続けられるって、看護師の仕事がすごい好きだと言っていらっしゃるんでね。えー、まあこれからも頑張ってください。さて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 。そんな中、ね。 私も明日からちょっと休みをもらってちょっとお出かけしようと思ってるんですが、えー、本当にね、気をつけながら旅してきます。えー、ということでですね、ここら辺で、えー、コーナーの方行きましょうか。最近の紅葉ちゃん、じゃじゃん。ねええー、私ね、最近あのー、お酒を控えてまして、控えてると言ってもですね、やめたわけではございません。 えー、飲む量を減らしたわけでもございません。えー、飲む日数を減らしました。というかね、毎日飲んでたのをね、一回飲んだら、一日飲んだら、三日間飲まない。そして、また飲んで、また三日空けてという生活をですね、8月の頭からしておりまして、なんかね、体調がすこぶる良い。 もう三日目の、抜いた三日目の朝なんて、いつまででも寝れちゃうぐらい眠い。ね、飲んだ、毎日飲んでた時って勝手に目が覚めちゃってさ、あ、もう寝れないなんて思ってたのに、健康になったのかね。いつまででも寝れちゃうじゃん、これって思うぐらい眠いです。まあまあ、そんな中は起きるんですけどね。そんなお酒を控えめにしている私ですが、先日久しぶりに外食しました。 こ2週間ぶり、ね、お酒を飲める日と重なったんでですね、えー、ビールをいただきました、まあ、ビールだけじゃなかったんですけどね久しぶりにビール飲んだあの基本僕は、まあ、ビール飲まないんですけどね、あのー、乾杯時とかももう飲まないで鼻からハイボールっていうのが、えー、もうお決まりなんですけどこの日はちょっとさすがに久しぶりにビールでも飲んでみようかなっていうことで飲んだんだけどやっぱりねビールって もうこのグラスでも一杯飲めないね。なんでだろうな。なんか飽きちゃうんだよね。味が好きじゃないのかな。同じシュワーってするんだったらやっぱりハイボールの方がね、え美味しく飲いただけるって感じでね、まあ久しぶりにお食事、外で、えー、してきました。まあ、楽しいお話もしてね。で久しぶりに2軒目も行こうか、なんつってね。2軒目行った時にはもう酔っ払ってます。 目がトローンとしてます。もう眠いです。これ時間まだ8時半ぐらいなんですけどね。眠いです。もう寝ちゃいます。2、3杯飲んでもう帰ろうってって帰ってきました。後ろにあるのは、あの、カラオケみたいなモニターがあるんですけど、これカラオケじゃなくて普通にテレビです。あのね、まあバーに行かして飲ませてもらったんですけどね。いや、もう飲めなくなったよ、というね。今週1週間はもうこんなことしかないです。 ね、最近の「紅葉ちゃん」のコーナーもそろそろ潮時かなみたいな写真撮るの忘れちゃうんだよねまあでも今週今回はこんなふうに過ごしておりましたというね報告でございましたということでですねそろそろ、えー、おメールテーマのねおメールの方入っていこうかなと思います「チーム紅葉ラジオ」 今回もですすねたたくさんおおメールいただいいだておりますいやーなんかねメール読んでいると「あ懐かしい懐かしい」しいっていう歌がいっぱい出てきてね、えー、まあその中からですね、えー、いくつか、えー、紹介させていただこうと思います、えー、まずはラジオネームクーシャンさんええー、こよくん優秀なスタッフ様ご視聴の皆様こんばんはこんにちはラジオネームクーシャンですはいどうもこんにちはこんばんは 優秀なスタッフ様、お体の具合はいかがでしょうか前回の放送で回復されていると紅葉くんがお知らせくれて安心しました。まだまだ暑いのでお体ご自愛くださいね。ね、まだ完全復帰にはなってない模様なんですが、まあ、いつまでも休んでられないということでですね、まあ、徐々に、えー、活動を再開している模様でございます、えー。さて、今回のテーマ、夏に聴きたい曲、邦楽編。 男組以外かっこ笑ええー、男組以外か何かあったかなと考えました。ありました藤木直人さん直人さんでいいんだよね。のコズミックライダーという曲です。20年ほど前までよく藤木さんのライブに行ってて、その頃のライブでは必ず歌われていた曲なんです。発売が2000年11月なんですけど、ライブ自体が夏に多かったこともあり、私の中では夏の曲。 めっちゃノリノリになれる曲なので、紅葉くんもご視聴の皆さんも機会がありましたら一度聴いてみてください、えー。ちなみにこちらの曲、作曲は藤木さん、作詞は成田少女の寺岡義人さんです。 えー、前回の洋楽編は締め切りすぎちゃったので、今回はラジオ聞き終わってその日のうちにおメールしてます。小洋くんも優秀なスタッフ様も十分注意されてくるかと思いますが、熱中症などにも気をつけながらお仕事を頑張ってくださいということで、ありがとうございますえー、そうですか。ヨヒトさんの作詞。あ、曲は違うんだね。藤木さんが書いてて。 あ、すいません。僕、ちょっと勉強不足で、この歌を知らないんですが。そうですか。成田正治の、え。ね、成田正治って、あの、バンドになると、成田正治って言い方なのよね。えー、個人で呼ぶときは成田正治っていうのね。ちょっとイントネーションが変わるっていう。成田正治。成田正治。ねえ。面白い。ねえ。 まあ彼も1日にライブが中止になっちゃったのがもう非常に残念がってたんでね。この、あれもう終わったのかな追加公演というかその振り替公演は。これからあんのかなちょっとスケジュールは僕もいまいち把握してないんですが。ね。えー、そちらも楽しんでいただければと。行かれる方は楽しんできていただければと思います、うん。続いて、ラジオネーム、ちーさん。小洋さん、こんばんは。暑い日が続いておりますが、お元気でお過ごしでしょうか いつも楽しいラジオ配信ありがとうございます。ラジオネームチーです。<laughs> よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします、えー。早速テーマの夏に聞きたい、テーマ、早速、もう言えてねえな。早速テーマの夏に聞きたい方角ですが、私はスピッツのロビンソンを聞きたくなります。 ああ、いい歌ですね。10代の夏休み、恋人といった伊豆の海で、ロビンソンがずっとかかっていて、この曲を聴くと、当時の甘酸っぱい思い出が蘇ります。懐かしいです。いやー素敵。うわー、恋人と言っちゃったんだな、伊豆なー。いいなー、えー。一つお伺いしたいのですが、成田さんはなぜ先生と呼ばれているのですか えー、ヨさんのラジオは毎回欠かさず聞いているはずなのですが、もしかして聞き逃していてどこかでそのお話があったかもしれず、すごく今更でお恥ずかしく思う気持ちもあったのですが、気になっていたので思い切って質問してしまいました。えー、10月の男組のライブ行かせていただきます。あ、当選されたんですね。おめでとうございます。今から楽しみにしております。それではお体に気をつけてお過ごしくださいませ。

なんかピアノのね、アルペジオからこう始まる感じのアレンジに変わってってね。で、英語でこう歌ってくれてるんですけどね。その曲、あの、僕はそっちの方をよく聴いちゃうんですけど、いい曲ですよね。いや、もう伊豆で。うわ、もうキスとかしちゃったんだろうな。きゃ、やらしい。やらしいって言うからやらしいんだよね。 ロマンチックに見たらロマンチックだなって思うのにね。すいません。気をつけます。これから。えー、成田先生をなぜ成田先生と呼ぶのか。なぜでしょうか。なんか、先生って呼ぶりたくなっちゃったんですよね。えー、なんか、正治っていうのもあれだし、成田くんっていうのもあれだし。なんか、成田って呼び捨てもおかしいし。だからもう成田先生。 先生でいいほら高,、ね、高橋さんは「高橋千人」ね和也のことはもう「千人」って呼ばしてもこれラジオだけでですけどね本人に会った時は「千人」とはよ呼びませんけど、えー、ねえもうそうですね僕はあのこういう公共の場でメンバーのことを呼ぶ時は、えー、成田翔二君のことは「成田先生」と。 えー、高橋和也君のことは、えー「高橋千人」岡本健一君のことは「なぜか賢ちゃん」<laughs> というふうにね呼んでおりますがええー、ねまあちなみに他のお三方は私のことを「紅葉」と呼んでおるわけでございますがまあまあねなぜか先生呼びやすいかなと思ってそういうふうに呼ばしていただいております。えー、続いて ラジオネームみわ、えー、f さんえーーーうさんこんばんは私の聞きたい夏の曲はスターダストレビューの今夜だけきっとです男組が出演したドラマのエンディング曲でしたそうですね僕の姉貴はパイロットだったかな今夜だけきっとででででで,でスターダストレビューねいい歌いっぱいあるよね えーとなんだっけ僕が好きだった「スターダストレビューの」の「痛くて痛くて島津亜矢さんがカバーしてたんですねすげえちょっと曲のタイトルがほんと出てこない何だっけ、えー、すいません忘れましたえー、ね、えー、ちょっと続きを見ます男組が出演ししたたドラマのエンンディング曲でしたそう浅野敦子さんが屋根の上でお酒を飲むシーンに流れていた曲。 当時中学生だった私にはそのシーンも曲も大人の世界に触れた気がして憧れたものです。ああ、なるほど。このドラマがきっかけで、スターダストレビューの曲をよく聞くようになり、今でもライブに参加しています。ああ、いい曲いっぱいありますもんね。今夜だけきっとは今でもライブで演奏される人気曲で、私は聞くたびにあの夏の男組のドラマを思い出します。 スターダストレビューはメンバー全員が還暦すぎても元気にライブで全国で、ま、全国を回っています。小四君はじめ男組メンバーも末永く頑張ってくださいね。10月のライブ楽しみにしてます。ね。あー、今夜だけきっとってやつね。そう、ドラマのね、爽やかな素敵な曲でしたよね。スターダストレビューさん。はい。えー、続いて、ラジオネーム See you again257 さん。 小夜さん、こんばんは。こんにちは。毎日暑くて暑くて、我が家の子供たちも涼しい部屋で集まれ動物の森をやりまくって過ごしております。<laughs> そんなうちの子に夏に聴きたい曲といえばと聞いてみたところ、やっぱり、君と夏の終わり、将来の夢ってやつかなって言っておりました。ああシークレットベース。君がくれたもの。ゾーン。解散しちゃいましたよね。えー

何のヒルドラの歌だったんだろう。覚えてないな。でもこの歌僕も好きですよ。あの、コーダーがめちゃくちゃ長いんだよね。なんか違うバージョンだったのかな、僕が聞いてたのは。突然の、突然転校しちゃう歌だよね。そんな思いがあります。いや、いい歌だな。子供に聞いたんですね。ああ動物の森やりまくってる。うわ、いいな。涼しいから外出たくないんだろうね。外出ると暑いし。 えー、続いてラジオネームポチ姉さん浩さんスタッフさんこんばんはめちゃめちゃお久しぶりでございますああそうですねえー、お久しぶりでございます男組再始動と舞台いろいろお忙しかったですねお疲れ様でしたそんな中おかげさまでポチ姉は元気に仕事に運ん励んでおりますありがとうございますあ、ね、いいことですさて早速夏に聞きたい方角編ですが 夏に聴きたい曲、邦楽編ですが、えー、当たり前の男組の曲はこっちに置いといて、えー、こっちど,どっかに置いといてくださいね。夏はやっぱりサザンの真夏の果実と希望のわだちですね。欲張って2つ言っちゃいましたが、稲村ジェーンの映画を思い出して、夏に海を見ると脳内再生しちゃいます。ああ、あの頃の年に戻りたーい。 真夏の果実って何四六時中も好きと言ってってやつだっけねえいつもこんがらがっちゃうんだよねこれとあの涙のキスとえどっちだっけってなっちゃうんだよねいやいい歌ですよえー、これもずいぶん古い歌ですよね昔ね あの男組のヘアメイクをしてくれてた木村さんという方がいらっしゃったんですけどねその人がねカラオケ行くとこれを歌ってたっていう記憶がその木村さんもねちょっと残念ながら亡くなってしまったんですけどねえ病気でねえですけどそのこの歌をね歌ってるのを思い出しましたねえ懐かしいもうだからそれこそ20年とか30年ぐらい前の歌なのかな って思ってしまいます。はい。続いて、ラジオネーム、ミュールさん。えー、コさん、スタッフさん。あ、違う、間違えた。初めてメールします。あ、ね、はじめまして。前田さんがこのようなラジオ番組をやっていることを最近知り、それから過去の番組を YouTube で拝聴し、楽しんでいます。ありがとうございます。私が夏に聴きたい曲は、郷ひろみさんのゴールドフィンガー9 9です。 ああーーとまさしく夏にふさわしく歌って踊ってこの猛暑の日を乗り越えたい一曲として選んでみました。わかります。燃えてるんだろうかってやつね。燃えてないよね。<laughs> ただ暑い時にこれ言いたくなる気持ちめちゃくちゃよくわかる。 まだまだ暑い日が続きますが、前田さんご自愛くださいませ。ラジオネーム、ミュリオリねえ。ありがとうございます。郷ひろみさん。ねえ。郷ひろみさんの歌も、こう、ノリのいい曲がいっぱいあって、いいですよね。続いて、ラジオネーム、1048さん。ああ、これですね。今日最後のおメールになってしまいます。はい。えー、小野さん、優秀なスタッフさん、ラジオをお聴きの皆さん、こんばんは。毎日暑いですね。 私の住む富山でも最近全国一番暑かったと全国ニュースになってました。えー、夏に聴きたい曲は男組がダメだということで、やっぱり私たち世代の夏はプリプリ世界で一番暑い夏です。夏が来ると口ずさんでしまいます。本当に今年の夏は暑いので。 お散歩されるときは熱中症に気をつけてくださいあ。今年のお誕生日はお出かけされる予定だということでしたが、もしよろしかったらまたどこに行かれたかラジオで紹介していただけたら嬉しいです。承知しました。えちなみに私も小洋さんと同じ8月16日の誕生日ですわ。すごい。40代最後ですわ。今度の16日で49歳になるのかな 今年は仕事です。ああそうですか。入社した頃は盆休みで自分の誕生日が休みなのが嬉しかったんですが何年前からか交代で休みになって職場は営業になったんです。すみません後書きが長文になりました。いや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 今年はお仕事ですか。まあねお仕事行って職場の皆さんにですねお祝いしてもらえるというのもいいんじゃないですかね。そうかプリプリな世界で一番ってやつね。 よくプリプリさんは歌番組とかで一緒になってましたからね。えー、学校の先輩なんですよね。そうなんです。えー、あということでですね、えーまあ、今回もいろいろ歌があったんですけど、僕はね、歌,歌があったんじゃねえか、おメールいただいたんですけど、ね、僕はね、あの、 夏に聴きたい曲ってやっぱりね、その洋楽編の時も言ったんですけどね、なんかこう爽やかになる感じの曲がいいかな。あの、オフコースのね、夏の日とかね、ありましたよね。どういう歌だっけ全然違う曲が頭に浮かんできちゃった。ね。いい歌でしたよ。 全然メロディーが出てこない全然違う今ね全く違う曲のメロディーが浮かんできちゃって困っちゃってるんですけど「夏の日」ってねこう4人になってから、ね、鈴木康弘さんが抜けて4人になってから出したアルバムに入ってた曲だったんだけどね「君が僕の名前を初めて呼んだ夏の日」みたいなそんな歌詞だったと思いますがそれとかね あのー、結構、あれですね。あのー、何ですか、うん。もう全然ダメだな。あ、あのー、もう名前が本当出てこないんだもうなんだろうね、これ。やばいよ。あの人ですよ、あの人。ほら。あの、<laughs> 顔が出てきてんだけど名前が出てこない。最低だな。うん あ、あの、ほら、あれですよ。あの、せ、聖子ちゃん、聖子ちゃん。なんで出てこねえんだろうな。あの、夏の扉とかね。好きでしたね。えー、なんかフ、フレッシュ、フレッシュ、フレッシュって。あれも、うなんかフレッシュな気分になって、すごい、なんか新鮮なフルーツとか食べたくなるの、僕だけでしょうか。 どうでもいいんですけどねまあというそう,そういうのとかねやっぱ方角もなかなかこの歌詞が染みていいよね。えーえー、ということでですね本日も、えー、たくさんのおメールありがとうございました。えー、とですね次回の放送ですけどですね、えー、次回テーマはね募集しませんなぜかと言いますと次回はなんと久しぶりの 生配信。生配信にしようかなと思っております。8月24日、生配信。何するか何も決めてません。まあ、歌は歌えません。ご了承ください。<laughs> まあ、ただ喋るだけ。まあ、ちょっとね、誰か電話できたら電話してみようかなって思ったりとかもしておりますが。ね。えー 8月24日にですね生配線生配信だって僕ちょうどね、えー、その日は、えー、7時半過ぎまで、えー、別の仕事をしてるんでねそれ終わって9時ぐらいから生配信1時間ぐらいできたらいいかなと思っておりますんでお楽しみにしていてください。そそののの時にねそのまた次の、えー メールのテーマも決めさせていただこうと思いますんでまずは8月24日皆さんで盛り上がりましょうということで、えー、本日も長々とご視聴ありがとうございましたおやすみなさーい